クライナ軍越境攻撃に精鋭の空挺旅団も投入。本格侵攻の様相強まる。ウクライナ軍がロシア西部クルスク州に仕掛けた奇襲攻撃の3日目、州内を走行する装甲車両の車列からウクライナ軍の旅団で最も装備が充実し最も機動力が高い旅団の一つである第80独立空中強襲旅団がこの越境攻撃作戦に参加していることが確認された。8日にソーシャルメディアで共有された動画には T64BV もしくは T80BV 戦車、 UR77 地雷除去車、 IMR2 戦闘工兵車、 BTR80 装甲兵員輸送車、そして米国製ストライカー装甲車が移動する様子が映っていた。各車両はドローン対策の軽自走行を装備し、 BTR80 の車上には歩兵が10人くらい乗っている。そばでウクライナの砲兵が迫撃砲で射撃を行う姿も見える。82ミリ迫撃砲の射程は3キロから4キロメートル程度だ。これまでの経緯や状況から映像がロシア側の陣地に対する本格的な攻撃の初期の瞬間を捉えたものなのは明らかだ。ウクライナ軍で旧ソ連から引き継いだ車両と米国から供与された車両を組み合わせて使用している旅団は第80空中強襲旅団しかない。ロシア側のドローンから撮影された別の映像ではドイツから供与されたマルダー歩兵戦闘車がクルスク州内を走行中、自爆ドローンで攻撃されるところが捉えられている。これも第80空中強襲旅団の参加を裏付ける証拠だ。第80空中強襲旅団は姉妹旅団の第82空中強襲旅団と同様にストライカーとマルダーを併用しているようだ。装輪車両のストライカーは軽く、装機車両のマルダーは重い。迅速にして強力な攻撃を好むウクライナ空中強襲軍にうってつけの組み合わせだ。ウクライナ北部スーミ州とロシアとの国境のすぐ北で実施されている今回の作戦に盛況な第80空中強襲旅団が加わっていることは作戦の規模を物語っている。ロシアがウクライナに対する戦争を拡大してから2年5ヶ月半の間にウクライナ側で戦うロシア人らの義勇兵組織はロシア西部に対する襲撃レイドをたびたび行ってきた。ただこれらの襲撃は小規模で範囲も限られ、せいぜい数日で終わっていた。目的は何よりロシア指導部のメンツを潰すことにあった。6日に始まった今回の作戦は違っていた。陸軍の第22独立機械化旅団と第88独立機械化旅団、そして空中強襲軍空挺軍の第80空中強襲旅団というウクライナ正規軍の少なくとも3個旅団が実行しており、砲兵部隊、ドローンチーム、防空部隊が極めて重要な支援任務に当たっている。各旅団は最大2000人規模だ。今日疲れたロシア軍は対応をめぐる意思決定も遅れている模様。クルスク州で起こっていることは襲撃ではなく侵攻であることが時間を追うごとに明らかになっている。もっともウクライナ側がこの侵攻に多大なリソースを投じているからといって成功が保証されているわけではない。侵攻エリアやその周辺に展開しているウクライナ部隊は総勢1万人規模に上るのかもしれない。一方、近くの国境地帯で戦うロシア軍の北方軍集団、セーベル北作戦戦略軍集団は総勢4万8000人規模だ。だが、北方軍集団は現在、ロシア軍の北東部攻勢で主要な戦場になっているウクライナの国境の小都市、ボーチャンシクで行き詰まっている。ボーチャンシクはウクライナ軍の侵攻で中心地となっている町、スジャから南東へ 150km ほどに位置する。ウクライナ軍部隊は北方軍集団の兵力が最も手薄な場所を狙って国境を越えたようだ。
ウクライナのシンクタンク防衛戦略センター CDS は8日の作戦状況評価で、ウクライナ軍司令部は奇襲作戦に成功したと書いている。北方軍集団がスジャ方面に兵力を振り向けられるか、そしてそれをどれくらい早く行えるかが、この侵攻の結果を左右する要因になりそうだ。ロシア側の対応が早ければ、ウクライナ側の進撃を抑え込み、さらには押し返すこともできるかもしれない。だが、対応が遅ければ、クルスク州でさらに多く失地することになるかもしれない。一方で、この作戦が裏目に出る可能性もまだかなりある。侵攻部隊は、砲兵や防空システム、兵站の支援を受けられる範囲を超えて進軍すれば、クルスク州の奥深くで孤立し、敵の火力に圧倒されかねない。ウクライナ軍は容易には代替できない数千人の人員を危険にさらしている。ただ、ウクライナ軍部隊は単に急速に進撃しているだけでなく、第80空中強襲旅団の本格的な火力を携えてもいる。ウクライナ軍の指揮官たちは攻撃のペースと規模でロシア軍の指揮官たちを慌てふためかせた。これは称賛に値する。CDS は北方軍集団司令部の意思決定には顕著な遅れが見られるとし、それはウクライナ軍による今回の作戦のおそらく本質と考えられるものを見誤ったためだと断じている。現状がよくまとまった記事かと思います。戦略的にロシア軍はウクライナ軍のロシア領への本格侵攻はないという前提で攻勢に集中できていたわけですが、ウクライナ正規軍の逆侵攻があり得るということになると、長大な国境線に戦力を振り分ける必要が出てきますので、その分、戦線正面における攻撃勝力が減衰する効果が期待されます。また、政治的にも、ウクライナ軍がロシア領に橋頭保を維持できるのであれば、今後あり得る和平交渉に向けて占領地交換のカードをウクライナは手にすることができます。長期的な継戦能力において、ウクライナがロシアに劣ることは否定できません。ウクライナ軍の兵員不足は深刻さを増し、愛国心の高揚の効果も戦争が長期化、日常化する中で徐々に冷めやりつつあります。破断会を迎える前に、ウクライナが出口を模索しつつあるようにも見えます。戦闘はウクライナ領内でというなぜかルール化していた戦局に一石を投じる一手になったかもしれませんね。重要な拠点を制圧したかはわかりませんから、戦略的に有効かは現時点では微妙ですが、ロシア軍が部隊を回答させたり長い国境線の防衛に意識を向けざるを得なくなるとしたら、少なくとも戦術的には有効か。ただし突出したウクライナ軍が壊滅しなければですが。ウクライナ軍、前線にロボット犬投入へ。ウクライナ軍は近い将来、ロボット犬をロシア軍との戦闘の前線に投入し、兵士の代わりに塹壕の偵察や地雷探知など危険な任務を任せるようになる可能性がある。ウクライナの非公開の場所で行われたデモンストレーションでは、ロボット犬バッドワンはオペレーターが送信する指示に従い、立ち上がったりしゃがんだり走ったりジャンプしたりした。隠密性と機敏性に優れたロボット犬は、ロシア軍の侵攻を撃退する兵力が不足しているウクライナ軍にとって前線での貴重な味方となる可能性があると制作者たちは語った。対抗の低いロボット犬は発見されにくい上、敵の塹壕や建物内をサーマルイメージング、かっこ熱画像解析技術で調べることもできる。オペレーターは AFP の記者に対し、偵察任務に就くのは大抵非常に高度な訓練を受けた経験豊富な兵士だが、常にリスクにさらされている。ロボット犬は兵士のリスクを軽減し、作戦遂行能力を向上させる。それがロボット犬の主な役割だと説明した。オペレーターは有利と名乗り、
英国の軍需企業に勤務していると明かした。今回のデモンストレーションで使用されたバット1は、稼働時間約2時間のバッテリーを搭載している。より高度なモデルのバット2は、セキュリティ上の理由から公開されなかった。このロボット犬は地雷や即席爆発装置 IED の検知に役立つだけでなく、戦場の危険地帯に最大7キロ分の弾薬や医薬品を運ぶこともできる。またロボット犬がロシアの手に落ちた場合、緊急スイッチを使って全データを消去することができるという。というか、すでにロシアで進軍中の自由ロシア軍に大量の未確認ドローン兵器が投入されており、それらが殺到したせいで、ろくな訓練を受けていない徴集兵たちは回想、または集団投降しているようです。そりゃ血も涙もない機械の群れが機関銃を乱射しながら飛び込んで、盛大に自爆してくるのなんて、まともな神経の持ち主には耐えられんわな。ロシア西部に大規模無人機攻撃と州知事、空軍基地で火災化。ロシア西部リペツク州のアルタモノフ知事は9日、ウクライナのドローンによる大規模攻撃で爆発が起きたとし、一部地域から住民を避難させていると明らかにした。6人が負傷したほか、電力供給に影響が出ているという。同知事は通信アプリテレグラムへの投稿で、空軍基地周辺などの4つの集落が避難の対象になっているとした。インタファクス通信は地元当局者の話として、リペツク市郊外の空軍基地で火災が発生したと報じた。アルタモノフ知事は SNS 交流サイト上で市全体に避難を呼びかける投稿が見られるのは、ウクライナによる心理戦の一環だと主張した。ウクライナはリペツク州への攻撃を発表していない。